しくお願いします。よろしくお願いします。いや、会場ももうすでに盛り上がっておりますが、まずはですね、お三方にまずこの大会を終えて率直な感想から一言ずつ伺っていこうと思います。まず近いところから羽生選手から、はい、応援皆さんありがとうございました。なんとかこのような状況でも最後まで滑り切ることができて、またファイナルを決めることができて本当に嬉しく思います。皆さんのおかげです。ありがとうございました。今大会では本当に難しい状況だったと思うんですけれども、本当に皆さんのおかげで最後まで支えられたなと本当に実感しております。これからも頑張ります。お願いします。まず小田さんのその人柄で僕から素顔に迫っていただこうと思いますか。そうですね、まず演技全体を振り返って、なんで僕ばっか見てる、ね、まあ皆さんね、どうでしたかこの3日間ですか、2日間ショートフリー通して、はい、すみません、ごめん、演技全体通してどうでしたか、この NHK 杯という大会はどんな大会になりましたか。いや、もうとりあえず、あ、すみません、僕からで、とりあえずは、まあ、僕は多分今隣に座ってるお二方と違ってもう課題しか残らないような試合になってしまいました。でもね、ただすごく滑っていて本当にお客さんの力を感じた試合だったなと思いました。もう言っていいかな。どうぞ。いや、6分間の時4回転サルコがね、上手になってるねっていう話をしたよね。はい、バックステージで、はい、ね、怪我のもちろん影響とかもあったと思うんけど、ジャンプ自体は本当にどんどん腰上がってきてるかなっていう印象なんだけども、どうですかその兼ね合いというのは。多分感触は良くなってると思うんですよね。ただそれがプログラムに入らないかっていうのは、入るか入らないかっていうのが結局は一番の大事なところなので、それをまた突き詰めて頑張っていかなきゃいけないなと思いました。ありがとうございます。ありがとうございます。もう用意していただいておりましてですね、お題がありまして、実は今回はあなたの勝負曲、そして勝負飯は何ですかという質問を選手の皆さんに答えを書いていただいております。それ今手元にあるんですけれども、それをじゃあ皆さんに見せていただいてもよろしいでしょうかね。これは3人一緒に挙げていただいた方がよろしいですかね。では3人揃ってお願いします。じゃんと、ちょっとアップにしないと皆さん見にくいですもんね。じゃあ羽生選手から、はい、まず勝負曲、はい、これはザ・スケッチブックさんっていう人の、さんっていう人のっておかしいですねザ・スケッチブックさんの覚醒っていう曲なんですけれども、基本的にはもうこんなとこじゃ終われないっていうような歌詞が基本的に強いような曲で。じゃあちょっと歌っていただいていいですか。いや無理ですやめてください。そういうノリはマジでやめて代わりに歌いましょうか。僕がお願いします。あれ、すいません、違いました。声が遅れてくるよ。羽生さん、フリーの前にこうやってバックヤードで、ね、歌ってらっしゃる姿がテレビカメラにも捉えられてましたけど、あれはその曲なんですか。こうやってと言われてもそうですよね、羽生さんわかんないですよねすごく乗ってる姿がね、フリーの前に。そうですね、いろんな曲聴いてるんですけれども、基本的にはもうすごく前向きな曲、あとアップテンポな曲、まあ自分が一番楽しめるというか、自分が心から楽しんで今の状況を打開していくような曲を選んでます。そして勝負飯は米、やっぱり米がないと。はい、はい、お米は日本人の命です間違いない間違いない。米美味しいよね。まあね、海外とか行くとちょっとお米調達するの大変なんですけれども、本当に非常食用の乾燥したお米とかをお湯で温めて食べてます。なんか海外行くとなんか余計にお米が食べたくなる感じあるよね。はい、パンね、もう美味しいけどお米っていう、ね、そうなんですよね、とこがある。もう試合前にパンとかだと泣きます僕初めての試合がそれだったんで、初めて海外試合行った時がパンしかなかったんで。おにぎり、やっぱお米はもうおにぎり、いやもうそのまま、そのままちゃんと、そのままじゃあからじゃあから無理でしょちゃんとパックのまんま、パックのまんま、はい、ずつこの後のエキシビションなどに向けても言葉をいただいていこうと思いますけれども、はい、羽生さん、はい、はい、エキシビションでは花は咲くをやらせていただくんですけれども、
あの曲自体本当に即興で本当にバーって3時間で作って3時間でもう曲取りしてっていうような感じだったので あまり滑り込んでないんですけれども、でも本当に自分自身心から込めて滑れるプログラムだと思うので、ぜひ皆さん花は咲くという曲自体をまず知っていただけるようなきっかけに、また自分自身の演技を見ていただいて、ちょっとでも前を向くきっかけになれたらなというふうに思っています。この後のエキシビション本当に楽しみにしております。ありがとうございました。ありがとうございました。さあ、それでは次の選手の方々がスタンバイをしてくださっていますので、あ、先ほどの男子シングルの3選手の表情が今映っていますけど